っていうインド版、タイガー版。今日ね、ちょっとあのチャイアにいますけど、これちょっとね、もうかれこれ10日以上だと思うんだけど、寝違えで左の肩甲骨のところがすごい痛くて、でなんかいい薬ないかって言って、なんかエアサロンパスみたいなのもあるって言われたんだけど、アーユルヴェーディックもあるって言われて、ここに書いてあるな、アーユルヴェーディックメディスンを買ってきてもらえます。ちょっとね、もうちょっとね、歩くのもきついので自分で買いに行けなくて買ってきてもらった。これアーユルヴェーディックのインド版の、まあ、タイガーバームみたいなものですよね。赤いんですよ。10ミリあんま大きくない、小さいです。パワーバーム、ペンペン、あったペン、あったペン、モディパワーバーム、モディパワーバーム、あーバーム、モディなんだ、パワーバーム、モディなんだね。モディパワーバーム、ミシャルモディ、そうだね、サルゴシュレカヤステレダッカランダッキーダッ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 ダウェルカム。今ここを読んでくれちゃうけど、最後にウェルカムってね。ありがとう。赤スワガシ。ありがとう、ありがとう。モディパワーバームって書いてあるんですよ。24ってヒントある。まあだから、調味成分。英語、こんな英語僕知らないんで、ガンディプリ、プールプリナ、ニグリテイル、チャジュプリテイル、ポイントベース、レッドカラーって書いてますね。アーユルヴェーディック、インドのタイガーバーム、インドのアーユルヴェーダ的タイガーバームは、まあ、赤かったと。24ルピーです。あ、違う。結構、ろうそく状の、うん、タイガーバームとか、あの日本のなんだっけ、バンテリンと同じ匂いがしますね。すごいろうそく状だね。結構指でギュッて。こんな感じで、まあ、爪に入って、これを、まあ、まあ塗って伸ばす。塗ると赤くないですね。まあ後で背中塗るんですけど、っていうインド版モディパワーバーンっていうインド版タイガーバーンでしたっていうだけの動画をチャイヤで撮ってみました。チャイヤがそうそう出てくるのかな。これ、まあ、痛み止めですから、アイルベーダタイガーバームでした。インドにもタイガーバーム的なインドオリジナルアイルベーダのものが、まあ、あるという、それだけの動画です。